俺しばらくこれで遊べるわ。いやみんなはもういいやろうよ。なんか人気ランキングとかそろそろ、わすごい数字出始めたな。すげえな、28万お気に入りとか出てるやん。へえ。なんかちょうどええ感じのバランスのやつないかな。マリオカート。なこれド直球の名前。ちょっとやろうかな。34秒。まあでもクリア率 50%。 うわマリオちゃうやん、マリオちゃうし。これってあそこでも自分で帰れんのか。結局マリオちゃうんかい。はい、それがやりたかっただけです。おおすごい。なんかあれ、あこれ全自動マリオ、全自動ではないけどスティックは倒してるけど。あそうなんや、別に何もせんでいいんや。すごいすごい。こういうステージ作れる人ってすごいよな。微調整を散々繰り返してるってことやろ。うわ、タレ率何もしてない。俺何もしてない、スティック倒してるだけ。それだけでこんな楽しい。なんか今猫耳生えてるキラーおらんかった。猫耳生えてるクッパ引いたな。一発メンテやんなもん。下敷きにしたわ。おー、ちょっと待って、このステージクリア率なんか 53% とかやったような気がすんねんけど、残りの 47% の人何がどうなったの。あーパズル系ね、パズル系ちょっとやってみるか。僕なんかあまり得意ではないんですけれども。あそっか、俺キノピオや。そういや俺キノピオだ。一画面パズルってことはもうここに答えがあるってことでしょ。まずポースイッチを、これどうすんの。 P スイッチを持ったままゴール。あーこれ持たれへんのか。これを押すと、はい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 、これを足場にして入れるな。お、何何何今の、何、もう一回やろう。間違ってポーを弾き飛ばしてしまったので、これ下にな、こうやってゆっくり置かながら、この辺やな、この辺からこう下を押しながら置いたらこうええ感じで、で叩く、出てくる、入る。あ右上にヨッシー生まれた、右上にヨッシー生まれたけど、あ、これやり直せるのか、ここに入ったら。入る。あれなんか今左側で、左側からなんか届けへんかった。あ左上からなんか出てる。これこうか、こうすると消えた。あでもそっかそっか、これあこれあれか、被ることによって、あでここ壊せるようになる。ここ壊せるからこの上に上がれるのか、この上に上が、えってことはこのステージ別にポースイッチいらないんじゃないの。これ叩いてであれが元に戻ったら、あでもそうなっちゃうのか、そうかそうなっちゃうから、あじゃあいるのか。じゃあ叩いてで、このポースイッチ上に投げて、の上の2つを取っておくことによって元に戻ったらこうなる。でこうしてこれ捨てたい捨てたい捨てたい、よし、これを捨てたことによってよし、でおーおおおやった、あぶねー死ぬか思った。これが開くようになったからここ入れるようになりました。で
なんでそんなかわいそうなことすんの。はあ、お、あ、これで、なるほど、そっか、そこのそこのヨッシーが出る、出現するようになったから、これで入ることによってこうなって、こうなってで、Pスイッチを持って、うおー、こいつ火吐く、吐いたりもする。で、あれか、ちょっと待てよ、叩く、で、乗る、こいつ乗った状態で上行って、この辺か、この辺から火吐くことによってあいつに着火して爆発したらヨッシー降りてくるから、来た、降りてくるからヨッシーに乗り換えて、で、ヨッシー、よし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 、こいつならピースイッチ、およし、取れる。そういうことか、なるほどな、よう考えんな。いやー、あー、でもなんか2分ぐらいでいけたわ、いいね、よやるわ。迫り来るあいつから逃げろ。あー、なるほどな。まあ、ミサキチさんがこんなステージ作れへんかったら誰もあいつから逃げる必要性はなかったんけどな。なんかでもやっぱ走り続ける系みたいな爽快感があって楽しいよね。しゃあないな、君がそこまで言うなら迫り来るあいつから逃げるか。別に誰も来てへんけど演出だけめっちゃ怖いけど別に誰も来てへん。ほんまに迫り来るあいつ来てる、ほんまに来てるちょっと待って、一切、ああ、あいつ、お前、マリオ、よく見たらお前マリオ、僕、ちょっと待って、下書いたら死ぬよ、これ。あ、これ、死にました。ありがとうございました。よかった、キノピオにしといて。こっちの方が説得力がある。すごい、こんなんできんねや。あ、これ、おもろいな。マリオが迫り来る。こうでしょ？あ、これジャンプか。で、これシーソーか。あ、でもなんかシンプル。え、中間？もう中間？楽勝やん。なんや？楽勝。よう見たら右側にめっちゃ怖いマリオおる。目から玉出る仕様になってるマリオおる。うわぁ、さっきよりちょっと怒ってる。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あ、死んだかもしれない。あらこれ一発でいけたわ、一発でいける。こ、うわ、無理だった。すいませんでした、あ、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。これはアイデアステージやな。よし、ちょっと待てよ。いや、一発でいける、これは一発でいける。で、ここはこっちやな、こうでしょ、こういうことかで、あー、オフ、まずい、殺される、殺される、マリオに殺される、なんだってこんな目に。あれあれ、あ、いや、乗るんか、ここから。今まで敵やと思っていたマリオがここで、なんてことや、マリオと協力することになろうとはな。よし、マリオ行こうぜ、どこまでだって行こうぜ、俺たち二人なら無敵さ、マリオ。マリオがものすごいグロい死に方した。なんてこと、あ、まだ続くんですか、え、まだ続くんですか、これ。あー、これあれか、あ、終わった。いや、やれって言ったから、そんな怒られても困るんですけど、いや、やれって言われまして。あー、なるほどな。いや、これよう考えるな、こういうの。やっぱ難しいぐらいちゃうか、なんかやってて楽しいの。難しい。
なんかとても難しいとかだったら結構しんどいからね。なんか難しいぐらいがやっぱバランス的にはちょうどいいんじゃないですかね。あ、でもなんか全体ランキングでも名前あったやつ、ダイビング、ピクミン2、フォールオブザヨッシー、だいたいもうどんなステージか読めたけど、ちょっとやる？よし、キノピオは立場的にヨッシーを乗り捨ててええんか。おじゃ、行こうぜヨッシー、早いなヨッシー見捨てやなあかんの早ないか。じゃあなヨッシー、元気でな。いや知らんがな、俺何も悪ないがな。いや知らんがなお前がやれ言うたやないか。両親に訴えかけてくんのやめろ。そうせなあかんかったやん。そうせなはヨッシー泣いてるいや、させてきたの君やん。うわ、またすーげー捨てやなかんやん。じゃ、元気でな。じゃ、元気でな。じゃ、元気でな。よし、じゃあお前、じゃ元気でな。これはこうかあれ、え、あれ、え、今なんかここで一瞬卵弾けへんかった、あれあれえ、ちょっと待って、俺今にも生まれようとしている生命を踏み潰せへんかった、あれちょっと待って、これ無理でしょあれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。よし、行くぞ、よし。ありがとう、よし。ほら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 。さっきお前どうした？おい。あ、助かった。あのよし、助かったよ。ってことは、こいつも助かるんじゃないか？お、よかった。なんか今までよしを殺すことしかしてなかったから。よしそんな今ボタン叩く 0.2 秒前に気づいたわ。そうや、これ方向にね変わるからうわー、ついにヨシを助けられると思ったのに、なんてことや。これはあれがあのあれやねんな、乗ってると落ちていくゆかやねんな。だからテンポよくヨッシーを殺していかんとあかんってわけやな。バイバイヨッシー、バイバイヨッシー、そういうことやな。やばい、バイバイヨッシー、バイバイヨッシー、ありがとうヨッシー、お前たちの犠牲は忘れないよ。ろくな死に方せえへんぞ俺で。あ、ヨッシーなりけんのか。そうか、こういうことで、ここもだ、あー待ってくれヨッシー、待ってくれよし。あれ、なんか、あれ、どうした急に。ん、ヨッシーを、あれ、なんかヨッシーと共に進むステージになって、あれヨッシー見捨てながら進むステージじゃなかったのか。方向性ブレてないか、大丈夫か。ああ、待ってくれヨッシー、待ってくれヨッシー、待ってくれヨッシーいらんこと言うからや。あ、そうか、こいつら下に行けへんかったらそもそも反応せえへんのか。で、おらんで、おい、おい、ここまで行って降りて、あ、なるほど。そう、こいつらが上に上がってくるから、これぐらいのタイミングで一気に、オッケー。お、このヨッシーとは、もしかして、長く一緒に行っていいのか？本当か？コンセプト大丈夫か？なんか、今まで、あんなにたくさんのヨッシーを見せてきたのに、こいつとは本当に最後まで一緒に行ってもいいのか？なんもないわ。いいのかい？俺はこいつとゴールするぜ。ヨッシーちょっと待って、なんであんな無駄にヨッシーの命を託す？っていうか、ちょっと待って、ジュゲムの雲って時間制限あるやろ、確か。まずい。すごい、ヨッシー、あ、今、まずい終わった。くっそ
何湧いとんねん、帰れ。死んどんねん、こうしとらんねん。ちょっと待って、ヨッシーの命が無駄に大量に消えていったのに、すごい衝撃を受けてて、何もしてなかった。あんまり時間ないやな、ここ。なんでそんなことすんのよ。このステージ作ったやつ、ヨッシーに何されたんや。こうして、こうして、まずい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 、あ、でもここまで来てしまえば、さよならヨッシー。湧くな、湧くな、湧くな、フロア湧くな。あ、あのヨッシーは救えるんじゃないか。ちょっと待てよ、行くぞ。せーの、はいはいはい、ヨッシー。うわー、そんな。何をピースしとんねん。はあ、28ヨッシーぐらいの命が失われてるぞ、このステージ。いいね。よくないけどな。